皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、前にもやったことある企画なんですけど、ダイエット中の5日間のリアルな食生活を全部記録してみました。このためになんかスケジュールを取ったわけじゃなくて、本当にリアルなダイエット中の食事をもう全部細かい間食まで記録したので、よかったら参考になったら嬉しいなと思います。まあ、ダイエット中こんなことを気をつけながらとか意識しながら食生活を送ってますっていうのが分かる動画になると思うので、ぜひダイエット頑張ってる方、この動画見て一緒に頑張りましょう。それでは今日も行きましょう。あかりん女子力動画スタートです。とりあえず1日目の朝ごはんになるのかな。朝お粥だけ飲んでピラティスに行ってきました。で帰ってきて今11時ぐらいなんだけど、ちょっと多分お昼ごはんはなんだかバタバタして遅くなりそうなので、とりあえずブラックコーヒーですねに MCT オイルを数滴入れてます。これをゆっくり飲みながら、とりあえず運動後なのでプロテインを飲んでいきます。ボトルはね、マリネスのボトルなんですけど、飲んでるのはこれ、バルクスのプロテインの、ホエイプロテインなんですけど、これね、キャラメルマキアート味。めっちゃ美味しい。なんかいろんなプロテインマジで飲んできたけど、バルクスが一番水に溶けやすくて、味が美味しいなと私的に思ってる。で、前はカフェラテ味をずっと飲んでてんけど、最近はこのキャラメルマキアート味にハマってます。ちょっと高いんだけど、続けられるなら美味しい方がいいかなっていうことでバルクス買ってます。で、このコーヒーを飲みながら、ちょっと、まあ連絡返したりみたいなこともしていきたいと思います。お昼です。今ね、1時半ぐらいなんだけど、ママが部屋片付けに落ちてきてくれたんですけどね、ビーンアイドルのサンプルチェック手伝ってくれてんねんけど、ウーバー頼んでんやんか、お昼ご飯ウーバーしようって言って。やねんけどさ、2つ一緒に飲んだ飲んだんけどさ、1個しか届いてないから、ちょっともう1個来るの待ちます。2個分の決済されてんのに1個しか届かんかった。やっと届いた。どうじゃーん。アボカドとサーモンとタコとパプリカとレタスとキュウリが入ってます。でご飯は15穀米、あと卵があったのでこれをかけます。私はウーバーするときは大体ポキ丼ですね。ダイエット中はタンパク質取れるし、野菜も取れるし、丼だし、ご飯は少なめにしたから150から200ぐらいかな。これいただきます。うん、お昼はね、割とこういう丼物を食べてお腹いっぱいすることが多いです。いいやんな。でも野菜も取れて、タンパク質も取れて、とてもバランスのいいお食事。完食しました。美味しかった。食後のデザートを紹介しようと思います。いつもね、実家でも食べるんですけど、ご飯後のデザート。カカオ 70% のチョコレート。どこでも売ってるらしい。行数で買ってる。カカオ70以上のチョコやったら食べていいんやんな。割って、4枚食べた気持ちになる。はい、ということでデザートまで食べてお昼ご飯終了です。ごちそうさまでした。夜です。ほい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 さあ夜ご飯食べたいと思うんですけど、ママがいてか一人でカラオケしてた、声ガラガラなったんですけど、今日雨なんですよ。家に何にもないの。もうマジで何にもないの。カップ麺とかしかなくて、唯一あったこの前作ったチャーハンを冷凍してたので、その冷凍を解凍して食べるのと、あとこちら韓国人の子がおすすめのやつなんですけど、これ置き換えのやつなんだけど、水とか牛乳に混ぜて飲むと割と栄養もしっかり取れるので。うちね、スーパーがめっちゃ遠いの。歩いて10分15分かけて行かないとスーパーに行けなくて、いつも自転車で行くねんけど、雨だから自転車乗るのも嫌だなと思ったので、もうこの冷凍のチャーハンとこの置き換えのこれっていうご飯は済ませます。声がガラガラすぎる。今日休みやったから、そのママに手伝ってもらって、ちょっと家の片付けしてから、ママ帰って一人でカラオケして、今からお風呂入って洗濯して、ちょっと久しぶりにゲームしようかなと思って、ちょっとドラクエ進めてないで止まってるやつあるから、ちょっと進めようと思って、ちょっとゲームします。マイチャーハン、具はベーコンと玉ねぎだけ。 あと卵も入ってるチャーハンなんで。なんかさ、働いてたらさ、毎日毎日しっかり自炊してってなかなか難しくて、まあ今日休みやってんけど昨日まで東京で仕事してたからさ、家に食べ物を何も置いてなくて、なんか本当にね、今食べ物がないんですよ。ちょっと栄養バランス的にあれって思う日がもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあでもダイエット中は、まあ、言ってもチャーハンだからちょっとカロリー高いじゃないですか。一応玄米と白米混ぜたお米でやってるんですけど、こういうちょっとカロリーが高そうなものとかダイエットに向いてないものを食べるときは少量って感じ。ダイエットしてたらなんか毎日同じようなもの食べてさ、飽きてくるやん。中にはこういう食べたいものを少量の日みたいなのもやってる。
なんかどうしてもラーメンが食べたくなったらお昼にラーメン食べてもいいんですよ。けど夜をじゃあその分控えるみたいな。これはダイエット中に限らず、体型維持しようと思ったら好きなもん3食食べてた私はもう完全に太るから、そう、今の体重を維持しようと思って好きなもの3食は太っちゃうんですよ。まあこういう感じでちょっと調節しながら好きなものも食べてるって感じ。まあ体重なんてもうほんと人それぞれだと思うし、自分が調子いいと思う体重でいいと思うんですけど、私の場合はまあ人前に出るお仕事でモデルのお仕事もさせてもらうから、お洋服が着た時に綺麗に見える体型とか余分な脂肪をついてない体型を維持しようと思ったら、やっぱりちょっと平均より食べる量を抑えないとその体重は維持できないんですよね。 NMB の頃とかもうちょっと肉付きが良くて、今より多分3キロ4キロぐらい太ってた時はもっと好きなように食べてたけど、そうすると本当に画面とか映った時とかお腹出しの衣装着た時になんかちょっとムチって見えるから、だから平均体重を3キロぐらい落として維持してる感じかな。めっちゃ食べる日もあるんですけど、やっぱめっちゃ食べる日が続くと絶対的に戻っちゃうから、普段の食事から割とこういう感じでバランス取らないと難しいって感じ。あくまでも私がこの職業で自分の中で維持しなきゃいけない体重みたいなのを決めてやってることなんで、全員こうしなさいってわけじゃないんで、本当に自分に合った食生活してくださいね。ただまあ参考になったらいいなと思って撮ってます。ではこれ、タンパク質とかも結構しっかり入ってるんですよ。でカロリーも194カロリー。これに水を入れるんですよ。牛乳入れた方が美味しいんだけどね。ここに線が書いてあるから、この線ぐらいまで水入れる。で、一回閉めて、そう、洗い物も出ないし、めっちゃ楽ちん。混ぜ混ぜ、もみもみして、粉を溶かします。でもこれは毎日飲むっていうより、なんか置き換えみたいな感じで、ご飯食べれない時とかに飲んでる。きな粉もあったけど、チョコの方が美味しい。炭水化物はね、30.1 やから結構入ってる。タンパク質が14。糖類が 8.3。ぐらいで脂肪が 1.8。 結構お腹いっぱいになるからおすすめ。9点では売ってないな。9点では売ってないけど、インスタで探したら売ってると思う。チョコ味じゃなかったココアやったなんかね、原料が分離大豆タンパク、混合粉ミルク、ココアパウダー、こんにゃく粉末、麦粉、オートミール、ライ麦、米粉、全粒粉とかが入ってるんだって。あとホエイ粉末、ビタミンがたくさん入ってたりとかっていう感じかな。私もなんかあんま詳しく分かってないけど、いいよって言われたから飲んでたけど、まあこういうご飯作れない時に飲んでるって感じです。ということで1日目の夜ご飯でした。では明日も撮っていきたいと思います。2日目の朝です。おはようございます。朝はねもう一緒だよ。プロテインとコーヒー飲みます。なんかお腹空いてる時はちょっと濃いめにプロテイン作るのが好きなんですよ。いつもより多めに入れるの。いつも2杯ぐらいしか入れないところちょっと3杯近く入れるとお腹に溜まって美味しいんですよ。私のねお友達のねゆいさんっていう人がくれた。ということで今日も頑張って撮っていきます。今日ちょっとねお休みなんですけど、プライベートの予定が詰まってます。お昼ご飯でーすどこで割ればいいゆで卵。おう、あのちょっと時間なくてコンビニになりました。汚くなっちゃった。セブンイレブンのとろっとゆで卵、それは半分こ、野菜スティック、納豆巻き。人の車で納豆を食べる系女子です。駅までめっちゃ喧嘩してたんですよ。喧嘩はしてミーティングしてた。ミーティング、うん、美味しい。ちょっとすいません、1個だけサラダ巻きもらいます。1個だけもらう、1個だけね。なんかちょっとマヨネーズとか入ってるし美味しい。これお風呂かばかかっこん。本当はご飯食べに行くって一緒に言ってたんですけど時間なかったな。調整して最後いつもいっぱい余るんだ。わかるわかる。でも一気につけたら最後なくなるし難しいところやな。見てください、これ耳ついてるんです。さあ臭くします。臭くすんのはいいけど、あのこれ切ってなこれこうしとく一周させていいこう納豆こうやってくしゃくしゃーい。うん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 、うわやった、最悪や最悪や鼻にもついたしさ、めっちゃついてんだよ。めっこさんやん、一日今日ばっかり、うん、うわー見て最悪。だからこうなるって言ったやん。知らんよ、さっき食べてまいやもんは臭いかもしれん。臭っ
あ、ここもラントークしないかもしれない。おやつも買ったよ。こちら。原材料が焼き芋しか入ってないので、これが5個入ってる。ということで、お昼ご飯でございました。ちょっと、お出かけから実家に帰ってきて、お腹空きすぎたんで、なんか食べたい。これ食べていい？これ何？ネーブル食べまーす。こうやって切ろう。やってくれまーす。マーチュー、チャーム、おいで。久しぶりちゃう。マーチューです。あ、かわいいね。ナッツもある。ナッツも食べる。カシューナッツ食べます。6粒よ。すごい美味しいよな。美味しい、このネーブル。妹カレピからのプレゼントらしい。ということで、おやつでした。はい、ということで、二日目の夜ご飯でーす。なんですけど、妹のお家に遊びに来たら、ご飯作ってくれたので、妹と妹の彼氏と私の彼氏と4人でご飯なんですけど、なんかヘルシーメニューでした。厚揚げと、なんか豪華なサラダと、梅クラゲと、豚肉焼いたやつと、もやしのサラダ、炊き込みご飯とお味噌汁でーす。ということで、これ今日いただきまーす。うまい？うまい。うん、毎日妹のご飯食べに行きたい。今ご飯食べ終わったんですけど、みんながハーゲンダッツ食べるって言うから私も食べていいですか？好き。私も食べます。これじゃあ半分するわ。あ、じゃあ半分する、うん、これとこれとこれ。伊勢の寿司をじゃあ。伊勢のでこれ。食べます。いただきます。絶対美味しい。めっちゃ美味しい。もうやめときな。なんで？嬉しい。ちょっとクッキークリームもちょうだい。うん。あ、嬉しい。嬉しい。美味しいやつ、甘くない。嬉しい。だって、ご飯地味やん、ずっと。5日間。ああ、そういうこと。じゃあ、頑張って頭フル回転してるけど、わからなかった。飲んだぐらい気持ち悪い。嬉しいわ。そんなおかしい？嬉しい、食べれて嬉しいって。嬉しいや、多分な。だって嬉しいね。だって嬉しいね、もうアイス食べられて。嬉しい。いいやん。美味しいって言ったかな。で、全員当てたよな。一回言って。美味しい。美味しい。美味しいが間違えたぐらいの感じやった。ということで、幸せでした。じゃんじゃん。3日目です。今ね、12時半なんですけど、めちゃくちゃ寝て11時半くらいまで寝てた。朝の予定がちょっとキャンセルになったから、二度寝して11時半くらいまで寝てて、で、朝はコーヒーだけ飲んで、今お昼ご飯頼みました。でももうお仕事行かんとあかんからちょっと作ってる暇もないし、というか、食材が家にないのでまた、ウーバーを頼みました。お蕎麦です。お蕎麦ね、食べるときは、なるべく10割蕎麦にしてます。麺類食べたい気持ちを抑えてくれるからいいんですけど、なるべく食べれるなら10割蕎麦を選んでます。トッピングは長芋そうめんにしました。今日のね、夜ご飯は、パパが釣りに行ってるから、お魚が釣れたら仕事終わりに実家に行って、実家でご飯食べて実家に泊まろうと思ってるから、そう、だから昨日のうちにスーパー行こうか迷ってんけど、パパがお魚釣ってきたら実家でご飯食べれるからやっぱりスーパー行かんとこってなって行かなかったんですけど、とりあえずお昼はお蕎麦にします。いいよ、ダイエット中のお蕎麦は。ということで今日も食事取っていきたいなと思います。なんかあんまり自炊できてなくて申し訳ない。なんかスケジュール的にね、できたらします、ちゃんと。今は時刻が夕方の5時56分。ヨンチャンテレビの休憩中なんですけど、いつも私休憩中絶対チョコパイか、なんか食べっ子動物やっけ？食べっ子動物かチョコパイ。か、アスパラガス？お菓子食べるんですけど、今日はダイエット中ということで、これは絶対に我慢できん。カフェラテ。私服の時ですね。寒くなってきたから。ホットにしたわ。今日はこのために家から持ってきた業務用スーパーでママが買ってきてくれた森永製菓株式会社のカカオ 70% のチョコレート食べます。昨日さ、妹たちにさ、散々さ、カメラ街でさ、チョコ食べるとかいろいろ言われたけど、私全部我慢しましたからね。回ってないとこで食べないって言ったから、プロや。でもカメラが回ってるからこそ我慢できるみたいなとこあるわ。カメラをカバンから出して回してコメントを出してっていうことまで考えると食べんでええわってなれる。この企画だから痩せれる。今日はパパが魚釣れたみたいなので、この後実家に帰って魚パーティーします。だからあと
1時間頑張ります。じゃーん、実家に帰ってきました。このダサダサ実家スタイルということで、今日はパパが何釣ってきたんだ。アコウダイ。アコウダイ釣ってきてて、見てお刺身なんかめっちゃ真っ赤な、これ親子らしい。あー目プルンプルン、見て見て、うおー、パパが釣ってきた。21匹釣った、すごいやん。今日はお刺身と塩焼きと、あと何、酒蒸しで、お魚祭りなんで太らないのでダイエットご飯。乾杯。ハイボールです。激薄ハイボール、美味しい。これ激薄の、まずはサラダ。いただきます。うまい。初アコウダイ、深海魚なし。美味しい。タイミング、うん、初めて食べた味。ブリブリやな、うん、私だけはですね、ちっちゃい時からパパが釣りに行った魚を週に2回ぐらい食べてたから、お魚デーみたいなのがあるんですけど、ここ10年ぐらいやめてて、久しぶりに再会してお魚が食べれるから、頻繁に私は実家に帰ってきてます。なんかでもお店で食べるさ、美味しいお魚、ちょっと高いお金出して食べるお魚料理あるやんか、めっちゃ美味しいと思うけど、ちっちゃい時からこの釣りたてのお魚食べて育ってるから、いや美味しいと思うけど、あ、パパの釣ってきた魚も美味しいなって思う。胃袋です。あ、こうだよ。うん、美味しい。私これ変なもん好きやねんな、肝、うん、やって、これはちょっとクセがうまくも。私な、こういうな、肝とかな、なんかこういう胃袋とかな、魚のお目々とかな、そう、ホルモンみたいとか、なんかもう珍味みたいな、白子とか、ま、ナマコとか、それこそ食べて惹かれる男の人と絶対結婚したくない。そんなに食べるんみたいな感じで言う人と絶対結婚したくない。ご飯とか食べに行った時に白子食べたら、そんなよう食べんなって言われた時、なんか傷ついてん、私、美味しいのにって。そういうの悲観人と結婚したいってその時に思って。魚の目ん玉は惹かれるな。なんかすごい、これが酒蒸し。酒蒸し、めちゃくちゃ美味しそう。酒蒸しがめっちゃ美味しいらしい。酒蒸し、うるさい。なにこれ、めっちゃ美味しい。やばい、やばい、やばいな、やばいな、めっちゃ美味しいな。これは美味しいわ。毎回釣ってきて。プルプル、毎回美味しい。ここの部分めっちゃ美味しい。ダイエット中の食事にアコウダイですって紹介しても誰もなんか参考にならんかな。まあ白身魚って感じですね。タンパク質もめっちゃ豊富やし、いいよな、太りにくい良質な油やから。そう、お魚はダイエットにはめちゃくちゃいいです。私いろんな家でご飯食べすぎやんな。しかも自分家の自炊一回も乗せてない今回まだ。人ん家でご飯食べまくってる。ラストは塩焼きです。これも美味しい。なんか鶏肉ぐらい詰まってるな、お肉が。じゃーん、最後は高菜ご飯。これはパパの手作り高菜です。白米ともち麦と玄米のご飯です、うちのご飯は。ということで、3日目はパパが釣ってきたお魚でした。では明日も撮っていきたいと思います。おはようございます。4日目の朝です。めっちゃくちゃお腹までゲームしてたわ。ドラクエしてたらね、遅くなっちゃったけど、朝ごはんを紹介します。なんですけどね、私今からエステ行くんですよ。エステ終わり食べられへんが、多分朝昼一緒になっちゃうと思う。これがゆで卵、実家の定番朝ごはんはゆで卵とヨーグルトにきな粉と蜂蜜をかけます。すごいダイエットに協力的な実家やと思われるな。パパがダイエットしてるから、パパに合わせた食事が実家では行われてるから、実家に帰ってきたらダイエットできるんですよね。すごいありがたい。私もだからダイエット期間は実家にいっぱいご飯食べに来た方が、一人やったらさ、もう1個の具材いっぱい食べなあかんけどさ、実家やったらたくさんの具材を食べられるし、あとはお魚が食べられる。私この動画人んちでしかご飯食べてないやつと思われそう。あとウーバーしかしてない。ちゃんとこの動画を撮る期間みたいな感じでスケジュールちゃんと撮っとけば自炊もいっぱいできていける。普通の仕事があったりとか予定がある中で撮ってたから、リアルです。これが余裕があったら全然ね作るんですけどね、いろいろ予定が詰まってた今週は。このきな粉たっぷりヨーグルトすっごい美味しいんですよ。お通じ良くなるし、なんかママがハマってていつも朝起きたら作ってくれてるね。実家って最高。なんかコメント欄で言われそう。他にもう27なのになんかすごい頼りすぎじゃないみたいな。いいね。いつまでママママ言ってんのとか言われそう。ソイラテでーす。マーチューマーチュー、チャムちゃんです。僕はチャムちゃんです。11歳です。バイバイって。
はい、エステから帰ってきて打ち合わせとかしてて、まあ、エステ終わって2時間以上経ったので、ちょっと夜ご飯まで我慢できないからプロテインスムージー飲みたいと思います。チョコ味。さすがに朝ご飯から空いてて お腹が空いたので、これで夜ご飯まで持たせます。これ飲みながらちょっと残ってるお仕事片付けてしまいたいなと思います。4日目夜ご飯です。作りました。こちらはですね、冷凍のかぼちゃと冷凍のブロッコリーと、あとはゆで卵とトマトと、あとカッテージチーズが乗ってますねのサラダと、エリンギとマイタケと冷凍のアスパラと鶏の胸肉を、塩コショウと、あと若干お醤油と若干ガーリックバターソース入れました。でこちらが豚汁、玉ねぎと豚肉と、あと里芋とオクラ入れました。って感じで今日の夜ご飯です。いただきます。ファンの子にもらったお箸ありがとう。サラダはですね、オリーブオイルと塩コショウで味付けしてます。いいね、カッテージチーズが入ると美味しいの。うん、妹が冷凍のかぼちゃいいよって言ってたんで買ってみました。うんうん、ちょっと野菜不足だなって感じたので、なんかニキビがね、ちっちゃいのがチビチビできるからちょっと野菜多め。ゆで卵と鶏肉と、まあ、豚肉はねちょっとタンパク質少ないんですけど、タンパク質取りつつ。お味噌汁はいいよね、何入れても美味しいし、お味噌で腸内環境も整いますし、温まるし。私は血液をサラサラにするために玉ねぎのお味噌汁をよく作ります。キノコも結構食べるようにしてる、腸内環境を整うから。ご飯中にすいませんね。私便秘ではないんですけど、あんまり腸内環境が良くないらしく、エステ行ってる行きつけのところでリンパ流してもらうときに、いつも腸のところのリンパの詰まりがやばいんですよ。だからちょっとなんか腸内環境が整う食材探してるんです。キムチとかもいいっていうね。今日さ、スーパー行こうと思って、今日は普通に晴れてたから。でもなんかエステ行ってて、帰ってきて次の打ち合わせまで1時間しかなかったんやんか。まあ1時間あれば行って帰ってこれるなとか思ってんけど、なんかバタバタしそうやな、めんどくさいなと思いながら自転車置き場に行ったんですよ。まあスーパー行こうと思って。でもなんか行ったけど自転車乗ろうと思ったら、やっぱ行きたくないわ、やっぱスーパー行きたくないってなんかそこまで行ったのに思って、多分スーパー行きたくない病やねん多分ね。初めてアマゾンのネットスーパーってやつ使ってみた。なんかライフと提携してるやつやねんけど、普通に買い物できるしめっちゃ良かったし、4時までに注文すれば6時から8時の便で届けてくれて、だから頼んでみたんですけどね、めっちゃ楽、寝っ転がりながら買い物できたよ。ちょっと利用しようと思って。私アマゾンプライム会員入ってるからさ、使うのもったいないな。やっぱ自分で作るご飯はいいですね、美味しい、なんか満足感がある、ウーバーするより。健康面も考えられるし。ということで明日が最終日。明日はね、東京で撮影だから、ちょっとなんかお弁当とかになりそうだけど、まあそれも回していきたいなと思います。ではまた明日、バイバイ。5日目最終日、お昼ご飯の時間です。朝は6時ぐらいに家出て東京に来て、何にも食べずコーヒーこんだけ飲んでずっと仕事してて、今ね1時半過ぎぐらいなので、やっと今日のご飯にたどり着いたぞ。ということで今日はお弁当です。すみさまっていうお弁当屋さんのお魚弁当、銀だらにしました。しっかり食べたいと思います。うっそ、ということでこれ食べて頑張ります。お弁当美味しすぎて、もう全部何一つ残らず綺麗に完食しました。そして帰りの新幹線でスタバのキャラメルマキアートの無脂肪ミルクに変更、アイスのドールサイズを頼みました。スイッチでドラクエしながら帰ったよ。あ、マジで疲れた。東京から帰ってきました。メイクもボロボロですけれども、さあラスト5日目の夜ご飯です。もうマジでちょっと疲れたんで、もう8時46分なんですよ。なのでちょっともう簡単にできるぶっこみスンドゥブ作りました。もう何品も作る元気なかったから、栄養取れるようにもやしとブロッコリーとアスパラとエリンギとマイタケと玉ねぎと豚肉とお豆腐とトックっていう韓国のお餅と中華スープの素とお味噌ちょっととコチュジャンで味付けしました。いただきます。うんうんうん、あと作り置きの味玉ちゃん、あと生姜も入れたからちょっとあったかくなりますね。ある野菜全部入れたった。さあということで、まあ、5日間食事取ってきたので振り返っていこうかなと思うんですけど、ダイエット中って言っても割と緩いですよね。私めちゃめちゃ低カロリー低脂質低糖質っていうわけでもなく、割と
しっかり食べてます。前やってたダイエットはもっと低カロリーのものを食べて、なんかそれこそこんにゃく麺とかいろいろあったりとかしてたんですけど、それじゃすぐにお腹が空いちゃって結局完食したりとか、一時的に痩せてもあとリバウンドしちゃったりみたいなことを繰り返してきたので、しっかり栄養をとって緩やかに体重を落としていくみたいなイメージですかね、今のダイエットは。こんな感じで2食しっかりバランスのいい食事をとっておくと、完食も別にしたいと思わないし、前の方がなんか甘いもの食べたいなとか脂っこいもの食べたいなって思ってた、あと小麦食べたいなとか、けどなんかそういうのが割となくなりましたね。ちょっとカロリーの高そうなアイスとか途中食べてましたけど、ああいうの食べる時もまあ半分こにするとか、量を減らせば全然太らないし、あんな1個食べたからって急にボンって太るわけじゃないから、たまにご褒美とかちょっと甘いを入れてまた頑張るみたいな。まあ今回ダイエット中の5日間っていう風に載せてるんですけど、でも基本的に私人とご飯食べに行く時は割と好きなものをしっかり食べるんですけど、まあ自分一人で選択していく時とか、まあちょっとダイエット頑張ろうみたいな時とかは基本的にこの食事って感じ。ほぼ毎日こういう食事をしておきながらちょいちょいご飯食べに行ったりとか、アイス丸々1個食べる日もあれば、今日食べちゃったか、じゃあ夜ご飯は炭水化物控えようっていう感じで、全体を通してどれだけバランス取るかって感じかな。それはずっと食べるが続くと太るから、自分の体と相談しつつ、毎日自分の体を目でしっかり見て、どこにお肉がついてるかなとか、そういうのをしっかり見て自分の体型の変化をちょっとずつ楽しむのが結構ダイエットのコツかなって思うし、なんか一気にその低カロリーとか低糖質のものだけで痩せても絶対にリバウンドするし、リバウンド繰り返してるとお肉も落ちにくくなるし代謝も下がるから、とにかくバランスのいい食事をね、ちょっと心がけています。なのですぐに結果は出ないし、なんかあかりんがやってる食事方法全然痩せないんだけどって思うかもしれないんですけど、3日とかで変わんないから、1ヶ月2ヶ月3ヶ月ってゆるーく続けてってみてください。必ず変わる日が来ます。ということで、まあ、今回は、ダイエット中の5日間の食事に密着してみました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あくまでも個人的な意見なので、もう全て鵜呑みにしなくても大丈夫なんですけど、まあ少しでも参考になってたら嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。あかりんことしのあかりでした。バイバイ。